では権藤さんよろしくお願いいたします。はい、トレーナーがねちょっと権藤がちょっと肘がついたら何のたるんだろうって思ったら一言ですよ、ね、で監督みんな戦争体験者ばっかりじゃないですか。三原さん、水原さん、ね、鶴岡さん、みんな、あの、戦火をくぐり抜けた人が監督やってますから、私の使えたノーニーさんっていう監督も、もう戦争から帰ってきた人ですから、何？肘が痛い？肩が痛い？たるんどる？命まで取られやせんって言われたら、もう何も言えない。ね、まあ、そういう時代で。こんだけ使われたら肩壊れるぞと思いながら、そんな意識なかったんですね。あのね、最初から思ってますけど、九州の田舎者が出てきてね、よし、一旗あげてやるぞと思って、まあ、稲尾さんみたいなあんなすごいピッチャーに目標にやるぞと思ったら、まあ、ポンポンポンと勝つもんですから、稲尾さんとも飯食ったり飲みに行ったりする間に、俺も稲尾さんと物が言えるようになったなと思いながら投げてますけど、投げて潰れるっても本望だと思ってますもんね。もともと、一旗あげて、なんとかこの世界で食うために出てきたんだから、投げて潰れるなんて思う。ただ、なんとかするぞと思って、それはたまたま、まあ2年間は勝ったんですけど、もうその後、まあ肩の周りが悪くなって、まあそれが、やっぱり、選手の、ピッチャーの痛みがわかるコーチになれたんですね。だからそれが何にもなくて、ただ、肩も何ともなくてダメだったら選手のその気持ちは分かんなかったと思いますね。あのおかげでやっぱ我慢強いピッチングコーチ権藤っていうのが出来上がったと思うんですよ。な打たれるのは当たり前、ストライクが入らんのももう自分が苦しみましたからね。だからそれで行きなさい、やられたらやり返しなさいって選手に頑張らせるわけですよ。